はい、こんにちは。FTM ラジオ、りょうです。今日の LGBT 対談は、なんと、今、宮城のパレードで出会った、みちこさんです。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。軽く自己紹介をお願いしていいですか。自己紹介、はい、私は山形県の鶴岡市っていうところで学校関係で仕事をしています。新井なんだよね。そうです、そうです。なんで新井になったんですか。新井になったのは、元をたどれば30年ぐらい前にサンフランシスコに行く機会があって、その時にそれこそのレインボーフラッグが飾ってある窓に飾ってる家がいっぱいあって、その旅行会社の人が、そのサンフランシスコっていうのは自分は同性愛者だよっていう人はそうやってレインボーを旗を掲げてるんだよっていうのを聞いて、あ、そうやってもうオープンっていうか、自分の身の回りにはいなかったので、オープンにして周りが認める環境ができてるんだなっていうのはずっと知ってて、だからそれに偏見を持つってことはなく、多分自分は今まで来てて、で自分は今学校関係で働いてて、偏見を持つ子がやっぱりいて、生徒の中に。それってやっぱり家庭で親がどんな価値観かっていうのがすごい大きくて、なのでそれもやっぱり知らないからっていうのがほとんどなので、だから自分たちが普通だじゃなくて、もっといろんな人がいるんだよっていうのを知ってもらうために、アライっていうものに、実は知らなかったんですよ。アライって言葉は知らなかったんですけど、でアライエスっていうこの団体の光るの活動を、を知って、あ、私のやりたいことはこれだなっていうので、それで草の根活動だから、まあ、自分の身近なところからちょっと子どもたちの価値観というか、なんか知ってもらうっていうことをどんどんしていきたいなと思って、それでアライになりました。すごいね。か。あと自分の親戚にも女装をして、なんかそういったバーで勤めてたらしいよって噂では聞いた親戚がいて、でももう家族にすごい反対にあって失踪してしまって、今もどこにいるか分かんないんですけど、っていうのがあって、私は今こういう活動をしてるから、こうどこにいるかは分からないけど、なんか会って声かけるっていうか、したいなって思ってます。はい、なんか身近にいないわけじゃないんだっていう。そうね、うん、教員って言っていいの。教員大丈夫、中学校で働いてた、うん、そうそう。今も今もあの、うん、教員一回辞めて、うん、自分の子育てのために辞めて、うん、でも学校関係にはあの携わってる。あ、なるほど。そうだから、その子たちにジェンダーの話とか、うん、そういう話とかも含めていろいろ隙を見てというか、うん、話の中で普段の生活の中でどんどんするようにはしています。そっか、すげえな。いえいえ、やっぱね、子供の頃からね、うん、こう知識があるとないとじゃ、まあ、全然違うよね、うん、そうだから、もううちのもう一番最初に子供たちが偏見があるんだなと思ったのが、うん、子供が小学校低学年の時に、うん、あのクラスメートの子がピンクの T シャツ着てきたんだよって、うん、おかしくないみたいな風に来たから、いやいや大人でピンクの T シャツ着るなんておしゃれだから、おしゃれの人しかピンクなんか着ないよ、おしゃれの人だよ大体っていう話をして、もう全然おかしくないんだよっていう話をしたところで、うんうんうん、あ、自分はそんな風にして言ったことはないけど、多分学校とかで、ね、あいつおかしくないっていうのをやっぱり思っちゃうところがあるんだなと思って、うんうんうん、自分の子から変えなきゃっていうので。あ、そうね、まあでもなんかそれが実際それって自然だから、うんうんうん、だけどその中で当たり前だけども、うん、こういう人もいるんだよ的なね、うん、そういうところをね、やっぱ、うん、こう新井の人から言ってくれるとすごいありがたいなって、こう無意識なアンコンシャスバイアスとかね、なんかいろいろ言うけど、うん、こう育っていく中でこう自然に身につけたものっていうのはすごい周りの環境が大きいなっていうのは感じてます。俺のいとこの子供が3、4人ぐらい集まった時に、うん、俺がその LGBT の話をね、うん、動画撮りながら、うん、まあ声だけなんだけどね、うん、したんだけど、その時にこの女の子が女の子を好きになるっていうことがあるんだよって言った時に、
普通にキモーイって言った。キモーイって思ってもいいけど、それその子に伝えたらショックだろうっつって、嫌でしょ。キモイとは言っちゃいけないよねって言って、そういう話とか。本当にそれはだから女の子同士が手をつないでいても、誰も何も言わないのに、男の子同士が手をつないでたら、ちょっと何みたいな、やっぱりあるから、そのクラスでも前あったからそういうのが、いや何おかしいの、女の子同士で笑わないじゃん全然、男の子じゃって男と女しかいないんだからいいじゃん別にって言ったら、みんなそうかってなって、そう。やっぱ子供の時に言っといた方が柔軟性があるっていうかね。中学生でもそうやって言えば分かってくれるから、知らなかっただけで、あ、そうだよねっていう納得はしてくれるから。そうね。だそういうのは理解できてとか、まあ自然に知識があるといじめとかにもつながりにくいし、そういうところがあるよね。やっぱり無知って怖さが、出てくるから、やっぱり知らないっていうことがやっぱり偏見につながるのかなっていうのがあるので、理解はしてくれなくてもいいけど知ってっていう、ああ、そう、そうですね。そこなのよ。そう、そう。それをなんかこう自分は不快に思うって思うならそれでもいいけど、そういう人はいるんだよっていうのを知ってもらうだけでもこの怖さは減るのかなっていう。そうね。知らないから周りにはそういう人いないんだみたいなのが多分今大半だから。うん、もしかしたらいるかもしれない。知ってればね、もしかしたらいるかもしれないっていうふうにしても思えるし、うん、ね、ちょっとした理解もできたりもするのかなっていう。いやあの、今日初めて会ったけど、うん、ね、素敵なね。素敵なね、だって。すごい素敵な素敵な方だなと思って。喋りやすかった？喋りやすかった。あ、よかった。そう。もう今日ほとんど一緒に歩いてたんで。そうそう。でもね、もう顔見えないようにして歩いてたからね。そうそう。さっきまでね、どんな顔してんのか。マスクに、サングラスに。そうそう。これもリアルだなって思ったでしょ？うん。思った。だってこうやって YouTube で出てるのにっていう、ね。そう。生きてるところでは、やっぱ、トランスジェンダーじゃなくて、一人の普通の男性として、やっぱ生きてるから、で、こうやってみんなにこう、レインボーをね、掲げて、わーってやりたいけども、うん、生き方的には、うん、まあちょっとこの生きてるところではできないっていう、このリアル、そういう人がいるんだよって知ってもらうにも、このパレードとかね、そうすごい大事だなっていうのは思って、星から参加してました。ありがとうございます。多分ね、今日、X の方にもね、もう今日こんな格好で行くぞみたいなね、あげてて、多分中には、じゃあなんでこいつ YouTube やってんだとかさ、じゃあそんなの YouTube やんなきゃいいじゃん、顔出ししなきゃいいじゃんって思うんだろうけども、違うのよ。いや普通に行きたいんだけども、だけど伝えなきゃいけないっていうのがあるんだよ、心のどっかでね。だって辛かったんだもん、若い時に。だから今日のこのパレードの最後、ミーティングの時もみんな言ってたけど、まあ、傷つく人がね、もう少なくなっていけばいい。その人たちのために、こういうね、パレードをしましょうみたいなね。いや、ほんとその通り、まだまだ生きにくい、かな。ね、だって仙台なんて、すごい人口がいるはずだけどね、こういったパレードって言った時にはね、どれだけの人が注目してくれてるのかなとかね。そうだね。結構な人数いたけど、かなりこう、県外から応援に来てくれてる人の方が多いなっていう感じがしたね。ね。うん。半分ぐらいそうじゃないかな。ね、外国人も結構いる。ね。参加してくれてる。そう。東京はね、すげえ外国人だよ。外国人の方が、イエーイみたいな。なんかすげえなって思うよ。自分らしくいるっていうのは外国の方がね、なんかこう、日本はやっぱりこう学校生活そうだけど、集団生活がうまくできるかできないかって、みんなね、同じように育てるじゃないけど、そういうのが学校教育になっちゃってるから、なかなか、じゃあ他の人と違う自分っていうのを出せないし、自分自身も認められなくてっていう、それでね、学校にも来れなくてとか、ね、思春期になると、なおさら。そうなんだよ。そうなんですよ。ね。さすが先生だね。いや。ね、さっきも制服の話とかしてたけど、そう最近はね、スラックスでもいいよってなってるから、いいけど、そこで辛い思いをね、してきた人もたくさんいるんだろうなと思ったら。生
きたいのに行けないっていうね、うん、だからこういうのがもう当たり前になっていくことによって、うん、ジェンダー的に平等とかね、うん、こういう人がいて当たり前、うん、で学校でも悩んでも学校に行けるっていう、そういうのがあればいいなって思います、うん、そう、ジェンダーのことだけじゃなくても学校には一人でいいから、なんかこう自分の本音が言える友達っていうのはいてほしいなってずっと思って言ってる。いっぱいいなくてもいいから、うん、そうね、自分のことを分かってくれる一人だけでも、ね、そうね、いたら学校は、そうね、いけるんだよね。そう、そうだったな、うん、まああと先生もね、うん、先生たちももうなんか40以上50近くになるとやっぱり偏見があるから、うん、学校の方でも変えていかなきゃなっていうのはあるけど、自分らしさを出した時に認めてくれる先生がいるかいないかで全然違うから、うんうん、だからそういうのもなんか同じ教員っていう立場の中でもなんかこう伝えていきたいなって思ってます、うん、あとね、あのトランスジェンダーで今教員になってる人も結構、うん、いる、言い始めてるから、うん、そう、うん、市内の小学校の先生でもいて、うんうん、私一回まだお会いしたことないんだけど、そう、子供たちは知ってて、うん、すごいなね、うん、それが当たり前になってくれるとね、うんうん、全然いいなっていいなそう思います。だってもう自分のことを伝えるだけ伝えて、それがもう教育っていうか、なんかね、うん、いるだけで教育になるからね、そう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 、そこにいるだけでっていう、うん、そう、まあ、本当良くなってるけどね、うん、もっとどんどんみんな活躍して、まあ、特に若い子たち、うん、学生がね、あの辛い思いしないで生きていってほしいなって思います、うんうん、今ネットがあるからね、身の回りには同じ人がいなくてもネットの向こうにね、たくさん理解してくれる人はいるからね、そうやってつながれる場所も提供できるかなと思いながら生活してる、だから知ってるって大事だなって、やっぱり知識ありがたいね。いやいや、ありがとうございます。じゃあ最後に今日の LGBT 対談は新井の美智子さんでした。ありがとうございました。今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた、バイバイ。失ったものも多いけれど、光への扉見つけた。1センチくらいの隙間からの光は少しずつ俺を輝かせて、明日を照らしてる。変わり果てた声でギターに歌を乗せて、今を受け止めて見失わないように、その扉を開けよう。Thank you.
同じ弾き語りだった彼はギターを触ることすらできない空の人となってしまった人の悲しみや喜びがわかりますか瞳を閉じれば今でも彼の声が聞こえるよ人生手は取れないものだけど人にはどんな可能性があるかわからない生きてるからこそ己の光を放ち確かなものを掴むんだ怖いのも不安なのも同じさまっすぐ前を見て自分の信じた道を歩き続けよう人生この世に生きて人の息に儚く避けては通れないものだけど人にはどんな可能性があるかわからない生きてるからこそ己の光を放ち確かなものを掴むんだ